アメリカ合衆国国土安全保障長官は、アメリカ合衆国と国民の安全の防衛を担当するアメリカ合衆国国土安全保障省の長である。同職は大統領の内閣の一員であり、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて設置された。伝統的に大統領継承の順序は管轄する省の創設時期に従って決められ、 合衆国法典第3編第19条の下で、そのように明記された。2006年3月9日、ブッシュ大統領は、広報第109から177号として、会員議案第3199号に署名した。これは、米国愛国者法を改め、大統領継承法を修正し、退役軍人長官に続く継承権を、国土安全保障長官に付与するものである。 国土安全保障省の創設以前は2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受けて創設された国土安全保障局担当大統領補佐官が存在していた。初代長官はトムリッジ。国土安全保障長官の継承順位は以下の通り。国土安全保障副長官国家防衛及び計画担当国土安全保障次官。 管理担当国土安全保障時間、政策担当国土安全保障時間保、科学技術担当国土安全保障時間国土安全保障省卒位部長、国土安全保障時間保連邦緊急事態管理庁、FEMA 長官税官、国境警備局 CBP 長官出入国管理、税関取締り担当国土安全保障 i ス次官保、合衆国公民権、 移民管理局アシス長官最高財務責任者、連邦緊急事態管理庁、第5地方局長連邦緊急事態管理庁、第6地方局長連邦緊急事態管理庁、第7地方局長連邦緊急事態管理庁、第9地方局長連邦緊急事態管理庁、第1地方局長現職のアレハンドロ・マヨ・ルカスは、キューバ出相のため、大統領となる資格がなく、 継承順位を持たない。ありがとうございます。